あの、大阪市に来る前に、香川県3年間投資してまして、そして、住吉商業で6年間で東高校で11年で、今も20年、ね、ここで、8年目ですわ。教師生活25年っていうね、ここで笑わないともう笑うと思うんですけど、いろんなのがありましたけど、あの町田先生ね、あのアニメで、ああ、もう年取ったおっさんやーってずっと子供の時思っとった。なんか私28年目、こうやって思ってる。大変ショックですわ。もう、いうことで、大したお話できません。本当に申し訳ないですが、あですね、まあ、でも来てもらったです、ね、お土産として、まあ、ちょっと必死で、ですね、起こしました、ビデオね、動画、公演の動画、それがです、ね、持って帰ってお土産 にできることが、まあ、少なくともですね、私のちょっと、できた甲斐があるかなという感じのものなんですけど、ぜひ読んでくださったらと思います。はい、それで、ですね、それでは早速ですね、本題の方に入ります。予想通り滑りましたから。ですね、2枚ありまして、ですね、資料が。最近ね、こんな生徒、姿勢良くなりましたら、こんな生徒見えます。表裏、これが発表内容で、もう一つの方が資料です。デッシ1、デッシ2ですね。で、これ横書き、発表のような横書きでこうやってするといいんですね。で、こっちのデッシ1、デッシ2は、こう、縦書きでこうやってこうするといいんですね、これね。なんか資料作りはそうしなさいって、聞いたことある。横書きは左解きで、縦書きの場合はこう上でこう上下するしたらいいんだそうです。若い方も参考にしてください、ね、私あんまりあなたたちに、ね、いい話できないけど、これはああそうかと思ってくださったら嬉しいです、はい、ね、話が届くと申し訳ない。それでは早速、お話しさせてもらいます。英語を参照して朗読を読むということで、ですね、対象授業というのは大阪市立南高等学校の国語科の、ね、専門科目、文学研究2という、ね、いう授業です。これでそこに書いてあるように一クラスを3班編成で古典分野について、文学研究2と文学研究1というのがあって、1の方が現代文ですね。現代文分野で、2の方が古典分野なんですが、で調べ学習を行い発表する授業なんです。で、3番編成はどんな編成かというと、古代中古国文班、それから中世近世国文班、で、漢文班、これ3つの班に、を編成して、その、まあ、生徒がそれどれを選ぶか選ぶんですね。で、私は漢文を担当しました。令和2年度は前半に南宋の詩人陸遊、ね、の詩をです、ね、和国本、陸法先生師匠というですね、これ、まあ、何言うんですかね、コピーの本が、ね、あって、それをね、まあどうせならね、人が読んでないやつを読んでいこうということで、それを読みました。で、後半にですね、ジェームズ・レッドという、これ、ジェームズ・レッドという人はちょっと、宣教師なんですね。中国にキリスト教を広めた人なんです。で、その人が、まあ現地の人と一緒にですね、師匠ね、中国の古典をですね、訳すんです。その中の師匠の一つが論語ですね。それが論語の訳をした英訳をした人で有名なんです。で、帰国してイギリス
先生を務めています。で、その人の訳が、コンフューシャンアダレスというね、これは論語の訳になります。コンフューシャン。コンフューシャンというのは、コンフーズ。これの、英語版がコンフューシャスかな。コンフューシャスというですね。それの、形容詞形です。コンフューシャス。コンフューシャス。で、アナレッツっていうのは、これは語録です。対話編っていうんですかね。語録。だから、ポー先生の語録というのが、その論語の訳ですね。論語はどういう書物かというと、よく言われるのは、ポー氏とその弟子の、原稿録という、ね。だから、つまり言葉と行動の記録なんですけども、論語20編あって、その中の1編、共同編大事というですね、1編だけが行動の記録で、あと19編は言葉、語録なんですね。だから、まあ、シェアしたものから言えばですね、まあ、語録といった方が、言ってもいいんですね。原稿録っていうのがまあ正しいけども、行いの方は20分の1です。だからまあ、どちらでもいいと思いますね。で、そのジェームズ・ベックのですね、英訳と、で、手記ですね、朱子学の手記です。の論語詩中とですね、それをテキストにして、論語要約編第6、28章あります。全部ね 20点あるんですが、その6番目ですね。それにが28章あるんですが、その28章を、まあ、半年かけて成績と読みました。そういう内容の授業です。だからどういうふうなですね、にやったかというと、具体的な方法はジェームズ・ゼッツ訳は、ですね、著作権フリー。ネット上にあります。これはグーテンベルクかな、いうです。著作権フリーをいっぱい集めたサイトがあるんですが、その中にもありますね。で、論語詩中も国会図書館デジタルコレクションというサイトに画像として存在します。これ、本当にね、今、記帳書なんか全部ね、その見れるんですね。ありがたい時代だと思います。これ、20年、30年前やったらこれ。ね、見せてくださいって言っても、あんたみたいな、わけのわからない人に見せられません、貴重書だから。ね、いうような、例えばもう全部公開してくれてるから、ほんまにありがたい。ね、で、まあ、紹介状がないと無理ですとかね、いわゆるようなものでも、今では簡単に見れます。で、また、倉石武四郎役の論語、これが、これ世界文学体系の69番。これ師匠が全部収められているのが、その中の4分の1論語ですね、が倉石武四郎さんの訳があります。で、それを参照して生徒に発表資料を作成させました。で、これら3者はおおむね親中という心中と古中というのが、まあ、論語の解釈に2種類あるんですね。古中というのは、そこの家族の中にある、義のですね、カーンというね、カーンというのは家臣という、韓国史絵師に出てきました、家臣。宦官にですね、殺されてしまうですね、将軍ですが、その人の息子になんですね。カーンですね。家臣さんは、まあ、やられるんやけど、すぐ奥さん切れたらしい。奥さんすぐ美人になったらしい。で、それを亡くなったことを聞きつけた曹操がですね、すぐにパッと家臣の家を押さえて奥さんを連れてきたんですね。だからまあ、カーンは
お父さん亡くなった後、曹操に育てられる、そういう人です。で、まあ、あのでそのパンアーンは、まあ、将軍にならずに、まあ、学問の方に行って、まあ、失敗というんだから、あのいっぱいこう人の背というか集めたんですね。そういうものです。それが途中です。陸上時代、三国時代にできたやつですね。で、それを、あの今度あの、東大になると、五経正義というのができるでしょ。五経正義というのができる。うん、で、まあ、その五経、五経正義と同じように、その、まあ、壮大なんですけども、ですね、カーンの、ですね、中央の中ができます。ちょっと難しい。ヘイの祖というのがあって、まあ、それがあの古い古中と言われるものです。うん、で、その、それに対してね、あの、そういう解釈じゃなくて、新しい解釈しようと言って、ね、対していたのが手記なんですね。うん、だから手記は、これまでの伝統で積み上げたものを蹴散らした人間ですわ。うん、あのね、言ってみれば。だから、当時、手記が、朱子学ができた頃はですね、邪悪な学問ということで、あの排斥されるわけなんです。まあ、大体そういうものなんですけどね。でも、その価値が認められることによって、その後大きな力を持つわけなんですけども。まあ、そんな話をちょっとわかんない。で、だから、まあ、古中と新中とがあって、新中の解釈って、ね、まあ、それをですね、3つとも、新中の解釈を、で、やってるからよく似てるんですね、解釈がね。だから、それぞれ参照をしながら、英訳も読めると、ね、いうことで、それで発表資料なんですけども、ですね、まず原文、書き下し、クライシア、論語失中、原文より書き下しも、英語訳、語中、その英語の語中、そして英文の日本語訳の順に作成させます。つまりはですね、1234の原文ね、そして英語訳はこれ写すだけです。そして、4の書き下し文と67はオリジナルで作ると、ね、うん、まあそういう、ちょっとね、ハードルを下げて、でもそんだけこう結構な量になるでしょ。ほんなら、生徒はね、こう作ってみたら、ああ、やったやったとか、ね、達成感があるかどうか知らんけど、なんか資料の自動的に作りました、これで発表、なぞっていけば発表できるわ、ね。まあ、そういう感じで、ね、発表させました。で、その、させた、例がですね、レッシー1の方ですね、あの資料のレッシー1の右側の方ですね、ものが、これは、比較的よくできる方が書いた、ですね、資料です。これ14章とありますが、ちょっと、一つ目が原文ですね。これはちょっと読めんから。これ、書き下しものですね。死曰く、位なきことを患えるみたいな。これ、ちょっと、印つけてますけども、ね、これは、こういう四字の言葉がありますが、だから、言うと同じ意味なんですね、漢というのはね。別に病気する意味ではありません。ね、なので、ウレーズと読むんです。それを、ね、常用漢字表があるでしょ、ね。あれしか習わない生徒にとってはですね、あれが全てだと思うんですよ。だから、わずらう以外の読みを知らない。常用漢字表というのは、あれはもともと漢字を使う、制限するためのものだから、その常用漢字表の前が東洋漢字、方面使う漢字ですね。あれは漢字をいっぱい使いまくったら、ね、日本の国が滅びると真剣に考えている人たちが、ね、漢字
の使用制限をするために作られたものらしいんですね。だからあれば、まあ、読むために知的なですね、作業をするために最小限必要なものであって、あれが全てではないんです。でも、教育を受けた人間は、あれが全てだと思い込むものですね。それが、私はちょっと弊害だろうと思うんですけどね、限界であって、あれは最小限のもので、必要なものであるけども、十分なものではないということです。まあ、だから、まあ、こういう例を出すと、ね、これは、煩う以外の意味もありますよ、ということですね。説明できると思うんですけど。で、まあ、フレーズ、ね、位なきことを憂えず、たたむゆえんを憂う。己を知る、これ、こととは言うふうにしてるけど、これ、ことも間違いね、これね。ものですよ。人ですよ。己を知るものなきことを憂えず、知らるべきことをすることを求む。何言うのか分からないんですが、クライさんの役に見てみましょうか。位のないことは心配しないで、どうしたらそこに立てるかということを心配するのですし、自分を知ってくれる人がないことは心配しないで、知られるだけのことをしようと努めるものです。大体分かると思うんですね、これですね。はい。で、この子、失注をですね、書いてますね。これ見るとですね、ちゃんと読んでるんですね。立つゆえんは、そのくらいに立つゆえんのものを言う。ね、で、これは、この最初の、これが本文にあるんですね。立つゆえん。この本文の三字について、その後を説明してる。で、今度、失注はこの今度2字ですね。これ普通、知るべしと読むんですね。でもこれ本文に知らるべしというふうに読んでるから、この生徒さんは知らるべきは、だから、まあ、知らるべしはでいいと思うんですね。持って知らるべきの実を言う。この見るという字が受け身を表すんですね。だから、これを知らずですと読むんだよというですね。この見るという字がによって、知る弟子と読んだらあかんよ。知られる弟子ということが、まあ、この失注の解釈からこう読み取れるんですね。で、ですね、私、だから、これは知らぬ弟子と読んだらいいんですね。読むんです。ですね。あと、英訳ですね。The master say, a man should say, 人は言うべきだ。ね、I am not concerned that I have no place. ね、だから、この、この子の役ね、その人は言うんでしょう。ね、これ、英語の先生がいるところでね、釈迦に説法してしまうんですけども、ですね、あんまんでしょ。ああ、だから、その子役ってあったんですよね。これ、不定関係。ね、人は、ね、で、宗教は、将来、言わねばならないとか言うべきだって言われたからね。で、次。私は特定の場所を持たないことを心配していませんと言われますが、ですね、このプレイス、ノープレイスのことをですね、特定の場所と一生懸命考えたんですね。プレイス。ね、これ図書館が公職したら私もらったんですが、ね、ジーニアスと英和辞典ですが、これでプレイスをですね、調べると10個項目が出てくるんですよ。ね、でこの子も私が前にね、一番上のばっかり取ったらあかんねん、自分でいっぱいこう見て選ぶやろうって言ってね、選ぶんやって生徒に言うてる。だから一生懸命考えて3つ目ぐらいに、ね、特定の場所を選ぶ。
けど。それからこんなね、クライスさんの役に、クライのないことは心配しないって書いてるやん。クライスの役を参照すれば、地位とかね、7つ目に出てくる、社会的な地位とか身分というですね、項目が、このジーニアスの解釈でね。だから7つぐらいまで見ればよかったんですが、3つでこと切れたんかな。うん、特定の場所は、こんな役取ったらあかんがな、ってね、私、また指摘するんですね。うん、で、英語の方が、I am concerned of how I may fit myself for one。持たないこと、じゃなくて、私はどのような方法で、それ、特定の場所に適するべきかを心配します。これは特定の場所じゃなくて、地位ですね。地位とか身分にフィットする、適するっていうのがいいと思うんですが、を心配します。ね。で、まあ、また、あと、省略しますが、そういうふうに、まあ、生徒は、我々とするときに、一番上の解釈しかこう見ない傾向にあるんですね。それはあかんよということをですね、指摘して、まあ、これから役立ってほしいなと思って。そして、まあ、どんどんケチを私はつけるんですね。つけた後、ですね、ほら、こんな風に作るんじゃって、左側のですね、私が作った、資料を見せるんですね。まあ、言ってみればですね、ね、歌が下手なやつにこう歌わせて、次にね、プロの歌手に歌同じ歌を歌わせてたら、すごくへこむでしょ。私、教育者として非常にね、そういういやらしいことをしてたんです、授業で。まあ、プロの歌手みたいに上手な歌は歌えんけど、まあ、ですね、それもワープロで歌、ワープロで、パソコンで歌、きれいな発揮で、ね、見栄えよく、ね、こう、並べて、プライドをですね、生徒のプライドを振り入れてしまうという。まあ、ひどいことをやってました。すいません。で、皆さんに言っちゃった。はい、それでね、まあ、こういうような、失注が短い分、私の訳ちょっと見てみましょうか。英語の訳でしたね。英語の訳。先生が言った、人たるものをこう言わんとあかんよ。地位がないことを気にかけない。いかにその地位にふさわしくしているかを気にかけるな。自分が知られないことを気にかけない。知られる価値があるように止めるんだと、すみません、こなれてない役でね、まあ、こんなふうに私は訳してしました。で、ね、これについては、こういうですね、まあ、5年間で、6年、学事編第1から、幼稚園第6まで、こういう資料を作りました。ちょっと参照としていくと、ね。まあ、やってきて、後を振り返ると、あ、こんな行さん作ったんやなって言って、自分でもね、ちょっとは生きてて、考える仕事したんかなっていう、印もできたかなという感じがしました。で、一番下の、この、左側の下の、これは晩秋例です。これは別の、ね、幼稚園の衣装なんですけども、これはホワイトボードに書いてあったんじゃなくて、これ、黒板に書いてある。黒板に書いて、それを写真に載って画像を処理して、白黒を反転するとこうなるんですね。白黒を反転したら、こんな風になってる。で、ここでもこう丸で示しているところが、右側の音部ですね。音部に見える字があって、これについての説明なんやでって言ってね。まあ、本当はこう丸字にしてなくて、四角でこう、示してるんですが、ちょっと見にくくなったので、ちょっと丸をこうね、後からつけました。まあ、こんな感じでね。で、こう、運転をつけて、ね、はい、この椅子に読もうか、言ってですね、本文を読みの、そして、この湿地を読みの、して、ね、まあ、定着してもらおう。ね、あれ、あれ、葬式でね、全然話が飛ぶけど、葬式で換気湯でね、お経をね、参列者全員でこう唱える。そうするとね、すっごいこう一体感が起きるんですね。これも
い、みんなで一緒に、ね、し、なんしにまみゆとか言ってね、うんのかんのか一緒に読むとすごいこう一体感があって、ね、私もですね、自分の年を忘れて高校生に戻ったようになりました。はい、ということで、はい、それで、ちょっともう一つの横書きの方に戻ってほしいんですが、授業の効用ということで、ですね、論語は日本の古典でもあり、それも基本的な書物でありながら一部を読むことはあるけれど、全文を読み通すことはほとんどないであろう。時間を抜いて一辺の20から30章を読み通すことで、生徒は伝統文化に対する理解を深めることができる。通しで読むことはほとんどの人はしない。でも授業だから生徒はさせられている、ね、でもそれはそれなりの価値だと私は思っています。で、生徒にとっては初めはハードが高いようであるが、何とか担当することで、裏面ですね、論語実習をある程度書き下せるようになり、読解力を伸長できる。英語と漢文と日本語を対照しながら読むことで、それぞれの言語がより客観的に明らかになる。英訳はほぼ論語実習になっているが、それ以上の言及をしており、論語実習の限界を具体的にすることができる。ということで、ね、それについては最後のところについては後で紹介します。それで収録したのが、ジェイス・ベックの論語ですね。ね、グーテンベルクのサイトにあります。それで論語実習は先ほど言いました国会図書館デジタルコレクションに画像があります。で、発表資料と事業者の参考資料は先ほど全部紹介しました。それで論語実習の限界についてですね、ちょっと紹介しようと思います。それが別紙の2ですね。これ、こうするね。これね。で、別紙の2、右側が論語実習です。論語本文と、ね、手記の実習。そして、左側がジェームズ・レッグの英訳です、ね。同じところをこう並べてるんですが、これね、ちょっとその、一つ紹介したいのが、第一節ですね。右側の、ちょっと読みにくいですけども、ね、ちょっと読んでみますと、死か、生に使いず、死かという人が生の国にお使いにいた。ね、で、前死、その母のために毒を起こす。ですね、前死という人が、その死かの、死かがもう毒になるから、お母さんの、死かのお母さんのために、穀物をですね、融通してほしいと、願いで、死曰く先生が言った、これに負を与える、負の単位を与えなさい。負の単位は、論語実習のですね、2行目の釜というのが6と4章なんですね。それくらいの、穀物を与えなさい。で、こう、駅を飛ぶ、もうちょっとちょうだいって言ってね。前詞が言うんですね。で、これに、湯を与える。湯というのは16度ね、うん、を与える。与えなさいと先生は言った、ね。だから前詞、これに毒5兵を与う。兵は16国ですよ。とじゃなくて国ですね。それの5倍だから80国ですね。だから とてつもない量の穀物を与えた。ね、で、その英訳ですが、1のところですね、数歩は being employed、雇われるということですね。音はミッションとチー、チーに行く、使いすることに雇われた。雇われて、the disciple jump、requested grain、グレインが穀物です。for his father、mother、お母さんのために穀物を請求した。the master said、孔子が言った。give her a food、ね、一部をあげなさい。ここでマルチで言えんと言われる。これはジャンジ、間違おうと思う。この、ジェームズ・レッドが間違おうとね。ガン、イエンというのはガン、ガン界ですね。ガン界がこう出てこないのでね、間違おうと思う。
リクエストも、もうちょっとちょうだいって言った。You have you, you あげなさい。先導座マスター。Yen, これもジャンプか。前詞ですね。Gave her five in、ね、いうことで、まあ、女王さんの穀物を与えたということですね。ジャンプにしてたら、頭に Yen にしている、これ、ジェームズ・レッドの間違い。ね、だから、こうね、退屈な論語を、こうですね、こういう間違いをこうパッとこうね、見つけると、私、似たと笑ってしまうんですね。ね、中学の墨ってうまいんですよ。うまいのがあるんですね。はい。で、もう一つですね、指摘したいのが、次のところですね。詩曰く、たくさんの穀物をですね、与えたことによって、与えたことで、先生が言った。席が、席というのは鹿のことですね。使い方。聖に行くや、騎馬に乗り、京急を着たり、我、これを聞く。君子は、旧を、救いて、富、褒めるを継がずと、ね。だから、まあ、貧乏人の、ね、を救うけども、金持ちなんかは救わない。金持ちにさらに物を与えることはしないんだ。ということを言って、まあ、前詞を、批判するんですね、先生がね。うん、金持ちにさらに、穀物を与えてどうするんやそういう意味です。で、ここでね、取り上げたいのが、ですね、河川に引いてますね。騎馬に乗るというですね、役のところです。でそこが、He had fat horses to his carriage。つまり、馬車に超えた馬をつけるという。馬に乗ってないんですね。中国人が馬に乗るようになったのは戦国時代です。だから孔子の春秋時代は馬に乗る発想がなかった。あんな危険なもの、領土なの。ね。だから、でも騎馬に乗るというふうに呼んでしまうと、直接乗ったことにと思うじゃないですか。ね、ところが、手記は、全くですね、騎馬に乗り、京急を切るは、その富を言わない、ね。ということで、あいつは金持ちなんだということしか言ってないですね。で、暇に乗るということはもう分かりきってるから、どういう行為かというのを説明してないですね。そして、ですね、このですね、暇に乗るというのを馬車に馬を取り付けたというふうに解釈しなければならないんですね。だからジェームズ・レッドはちゃんとその時代を取った。神柱、これだけ、論語神柱だけを参照していない。もっと他のものをちゃんと見て、あ、これおかしい。ということをちゃんとやってるというんです。そこがやっぱり偉い。ね。ね。学者という言葉にですね、題がつくか、つかないかのリトマス試験紙じゃないかと思うんですね。で、この、騎馬に乗るということを、馬車に乗ったとですね、解釈している、日本に出ている数多くの論語の訳ですけども、ですね、ちょっと、下からですね、1,2,3,4,5,6 の右の方ですね、関係の限りで、ね、まあ、狭い私が見ただけのものではですね、馬車に乗るとするのは宮崎一貞、これは東洋史の先生ですね、論語の新研究、および、吉川晃司の論語、朝日出版社から出てます。ね、です。だから、まあ、宮崎さんも吉川さんも、ね、大学者です。ねね、だから、やっぱり学者に大がつくかつかないかというのは、やっぱりね、そういうところがあるんじゃないかなと。これが理論試験になるんじゃないかなと私は思って YouTube で、してきたことがあります、はい、私YouTuber なんです YouTube 開いてもらってひらがなで浜中ヒトシと、ね検索してもらえればヒットすると思います、よかったらご覧ください強制ではあります。はい、それでね、まあ
校の教師として、ね、光栄なことだと思っています。そしてまたあです、ね、大阪市の志向県のです、ね、国語部会、ね、最後の最後にこう発表させてもらう、こういう機会をですね、与えてくださった皆さんに非常に感謝を申し上げて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。